拓也です。今私は香港に来てます。これから Vlog を撮っていきたいと思います。ちょっといろんな場所に行ったり、お買い物したり食べたりしようと思うので、ちょっと香港の私のおすすめの場所をいろいろご紹介できればと思います。こちらの動く歩道、恋する惑星でフェイウォンが乗ってたあの動く歩道沿いにね、住んでたもんね。乗って行こうと思います、はい、どこに連れてかれるのかわかんないけど、とりあえず乗ってみようと思います。どうなんだろう、わかんないです。なんかさ、あの映画の時ってさ、こことか透明だったじゃん。そうだね。で、ここ透明でこうやってやってたじゃん。そうだね。見えないね。すごい今っぽい感じになっちゃう。すごい残念、なんか。ここ沿いの家に住んでたから、うん、どこだったんだろうね。結構普通の動く歩道。普通の動く歩道だよね。以上でーす。はい。あ、いいか。でも家近いね、めちゃくちゃ。本当だ。確かに家の中を見ようと思えば見える。見えちゃうからこれつけてんのかもね。そうかも、うん。みんなが多分ウォンカーベイごっこするから。そうちょっとなんかご飯食べようか。はい、行きましょう。うん、スーパーです、ここは、はい、なんか海外来ると絶対スーパーチェックしちゃうんですよ。わかりますね。かわいいかわいい。この人のチャイナドレス可愛くない？うん、かわいい。うん、こういうのがいい。映画の中でもちょっと中東の方とかがすごい出てきたんだけど、本当にそういう人たちがたくさん、国籍がない感じだね、この場所は。暑い、なんか風がない、マジ無風。でもこのバスの感じとかやっぱロンドンっぽいんだね。2階建てで、ほらあれとか外国っぽくない、あの北京ダック食べに来ました。の北京ダックでーす。やったー、お腹空いたね。美味しそう。できましたー、食べます。うん、うまっ、うん、うん、うん、小籠包でーす。めちゃくちゃ美味しそうだから一回。うまっ。あ、でもこれ暑そうだな。で、うん、うん、うん。急な展開じゃない。頼みたかった、あれ。え、あれ頼みたかった。わかる。めっちゃいいじゃん。こっちならできんじゃない？確かに。あり。え、それ取れたか、ここ。どっち？休憩してる？取るのかなと思ったのね。あ、ごめん。
そう。はい、すいません。これはね、確かに香港の街並みを今探索してたんですけど、私結構香港好きで何度も来たことあるんですけど、すごいショックなことが来てました。夜になったら気づいたんですけど、ネオンサインがほぼなくなってました。モンコックってエリアなんですけど、昔は本当にナイトマーケットもバーってやってたし、ネオンサインだらけだったんですけど、なんか撤去されてました。悲しい。日本の方がネオンサインあるかも。確かに。でもビルとかはまだあるから、ちょっとまた別の場所もトライできたらと思ってます。はい、今からこちらのフーロン工業フーロン工業中心っていうビルの中の3階にある1920何年からかやってる結構歴史のある陶器屋さんで、ちょっとお土産になりそうな陶器を買おうと思います。行きましょう。ここはマリナちゃんも行きたかった場所だよね、はい、楽しみだね、はい、あれです、この雑多な感じ、そういう感じ、超嬉しい。はい、はい、こちらです。はい、ちょっと読めないんですけど、ユエチュンチャイナワークス、行ってみます。わー、もう早速ほらレンゲがあるよ。レンゲ買いますね。鳥かわいい。かわいいね。だいたい値段が書いてあるね、50とか、うん、この子供のレンゲいいじゃん。いかがですか。いいですね。ていうかめっちゃありすぎない。やばい、これこの辺りのちょっと人シリーズと、はい、あと服シリーズにしました、はい、ちょっとイレギュラーな人も入れてみました。かわいい。こちらマリナちゃんね、はい、かわいい貝殻シリーズで、はい、ちょっとありすぎてバグったね。何が欲しいか分からなくなったね。分からなくなった。Okay. はい。ヤムチャを食べに来ました。ここなんか内装が可愛くて有名っぽいんで。椅子とかも可愛い。椅子可愛いね、クモの。より一小籠包でした。なんかわかんないです。ココナッツミルク違う、さっきヨーグルト頼んでさ、1個でいいんですかって、1個でいいんですかってすごい確認されたの。このサイズ感のことだったのかな。それで比較するとこれこんな、あったかい、食べて、うん、もうね、出来たてがやっぱりあったかくて美味しい。今回はこのペンフォールズさんというワインのブランドさんのちょっとイベントがございまして、それに参加するために来ました。今ここはホテルの部屋からお届けしてます。香港こう傾斜が多いというか、坂が多いから、うんうんうん、坂の上らへんだよね、ここはね、はい、ザ・アッパーホテルです。はい、あ、ザ・アッパーハウスです。あ、ザ・アッパーハウス。別の動画ではあのウォンカーウェイの火曜年下でチャイナドレス作りを担当していたおじさんのお店で、はい、チャイナドレスを作るというのをやろうと思っているので、はい、そちらも楽しみにしててください。今からパーティーなんで、いつも髪を先にやってからメイクとかするんで、ちょっとメイクしてなくて、これでこの上の方につけるのが、うん、ベストじゃなかった、どう？確かに。こんな感じ。かわいいです。アイシャドウ今日はバイレードっていうブランドの、はい、これ何でも使っていいって
聞いて、チークとかをやるのに本当は使うのかな、うん、これをこう塗ってみようかなって思って。 OK です。ちょっと可愛くない？うん、可愛い。いい感じ。いい感じだよね。この適当に塗ったのになんかいい感じになってる。ちょっと雑技だなで、上からまたチーク塗っちゃおうかな、うん、はい、これ、あ、はい、これはね、ナーズのチークセットです。こんなに乗せるってぐらい乗せちゃった。でもなんかこれぐらいラフな感じがいい感じよね、うんうん。こちらのドレスはあのパトゥーのドレスで、あのデザイナーの業務に初めて会った時、ちょうどこのドレスがお店に飾ってあって、ウォ、うん、ンカーウェイの映画が大好きでっていう話をちょうどしてて、火曜、うん、年華みたいな感じがして、これすっごい好きって話してたら、業務すごい喜んでくれて真っ黒だとすごいシックな感じなんだけど、うんうん、今日のイベント的にちょっとカラフルで楽しい感じが良かったんで、これぴったりかなと。この靴、はい、10年ぐらい前に買いまして。どこですかそれ？これシャーロットオリンピア、多分本当に10年前だと思う、うん、で、実は一度も履いたことがなく家にずっと飾ってあった、はい、家にあるのは見たことあります。そう、初めて履きました。可愛いです。今回しかないかなと思ってベンホールズのイベントに行ってまいります。こんな格好で今日のイベントのベニューでございます。ワンバイペンフォールズ行ってみましょう。行ってみます。って名前、お茶の歴史の中でとても有名な人の名前でございまして、なのでこの名前つけたんじゃないかなって思うんだけど。天皇利休的なことですか？あ、そうですそうです、そうそうそう、本当そういうこと。利休って名前のお茶売ってるみたいな感じでもこれお土産にはいいかもね。いいよね。ジャスミン、ウーロン、鉄観音。鉄観音ってなんか、鉄観音も好きだけど、レンジでチンするご飯のジャスミンライスバージョン。好きなジャスミンライス。ジャスミンライスの匂い大好きで、これ買って帰ります。だいぶローカル。だいぶローカル。何頼もうね。見てメニュー、すごいよ。ほら、またフレンチトーストあるよ。フレンチトーストが有名なんで、これ頼んでみました。届きました。我々のミルクティーとフレンチトーストとレモネード。でここでもね、大人気だね。なんか大盛況。雑誌とかにもいっぱい載ってる感じ。載ってるね。いろんな人来て、ここ有名店だ。ちょっと食べてみます。なんかでも甘いもの以外にも、まあ、喫茶店みたいな感じだけど、なんていうの、純喫茶みたいな感じかな。ちょっとなんか麺とかもあって、あ、バターがすごい。あ、揚げてあるよね。だってなんか確かにこの辺のなんか泡とか、これ揚げた感じじゃない？これ、あ、これはこれ何入ってんだろう。甘そう。ちょっといただいてみようと思います、はい。
うん、今何も入ってないとこ食べた。普通にフレンチトースト。なんだろうねこれ、ほら。カスタードだ。でも上に蜂蜜とかかけないからカスタード入ってても美味しい。うん。というわけで今回の香港の旅これにて終了でございます。いろんなとこに回ったり、本当いろんなお店行ったり食べたりしたんですけど、概要欄に載せとこうと思うのでぜひチェックしてみてください。香港とっても気候もいいので楽しい街なので、ぜひ皆さんも遊びに来てください。